古田敦也が語る一流打者のミートポイント。インコースは前で、アウトコースは後ろでさばくというのが一般的なバッターなんですが、それだとコースによって打つタイミングがバラバラになってしまいます。ミートポイントを内角、真ん中、外角、すべて同じラインに揃えることができたら、バッティングってすごく安定するんです。王さんは前一列、あの全身を使った大きなスイングワークから前でさばいてライトスタンドに引っ張り込む打撃です。強靭な下半身がないと泳がずに前でさばくのは難しいんです。松井秀喜も似たタイプですが、日本人離れしたスイングスピードでミートポイントを揃えていました。インパクト後の足の突っ張り、理想的な体の反りでヘッドをさらに走らせてミサイルみたいなホームランを量産したんです。落合さんはすごい発想で後ろ一列で揃えるんです。内角を後ろでさばくという離れ技を三塁方向へのステップと強靭なリストで可能にしました。バッターボックスも一番後ろに立っていますので、ボールをギリギリまで見極めることができる。三塁方向へ開くので外角が弱点になるのですが、本来届かない外角を人より長いバットを巧みにコントロールして対応していました。イチローも基本的には後ろです。彼は体に近い厳しいボールもわざと芯を外して内野と外野の間に狙って落とす。最悪ボテボテのゴロでもあの足でヒットにしてしまう。それなら全体的にやや前に守ればいいって思いますよね。でも彼頭いいから今度は極端に前でさばいて引っ張り込みに来るんです。ホームランの映像を見たら明らかですけど、普段よりかなり前で打っています。ミートポイントを動かせちゃうんですよ。落合は打球の方向について流し打ちを狙うことはなく、ライト方向に飛んだのはただの振り遅れたと述べており、決して配球を読まず常にセンター返しを意識していた。ミートポイントを揃えることができるとよりシンプルな打撃になり、緩急やコースに惑わされずに自分のスイングに集中できるということだろう。